複数体のやつにぶちかませば、はい、ほらすごくない？5400万ダメージ出るんだよ。はい、どうも皆さん、こんにちは、ミサでーす。ういうい。ということで、本日はですね、風バイトーということで、はい。浴衣バンピーが来て、風属性は新たなる風が吹いたわけなんですけれども、そこからさらにね、バンピーちゃんと相性のいい、バイトキュンがやってまいりました。はい。風バイトはね、運営さんの書き方だと、まあ、結構高難易度で使ってね、みたいな感じで言われてたと思うんだけど、ちょっと触ってみた感じは、どちらかというと、古戦場とか、三アビを一回使って終わります。ぐらいの敵が結構相性いいんじゃないかなと思った次第ですね。はい。まあ、ちょっとそのあたりについて喋っていきましょう。バイト。得意武器探検で、奥義効果が CT 一つ吸収して風キャラの奥義ゲージに変換。うん。第一スキルが自分と自分の次に配置された風キャラが即座に奥義発動可能。うん。ニアビがデバフ。弱体耐性ダウン、土攻撃ダウン、風防御ダウン、最大 CT 増加。サービが敵全体の CT を最大まで増加させて風ダメージ。風キャラにバリア効果。虎穴の迷惑効果。うん。特殊だね。増加させた CT の数に応じて攻撃回数アップ。最大8回。虎穴の迷惑効果の効果時間延長。ということで、まあ、この3アビが基本的に5ターンスタートなんだけど、敵の CT を延長すればするほどに、そのね、効果時間が伸びていって、ヒット数も増えていくっていうような感じですね。ちょっとじゃあこっちに行ってみましょうか。例えば、この敵に対してだったら CT が3しかないから、これ。はい。3発。でも670万ぐらい出るんだよね。まあなんか一撃自体は結構強くて、まあそれがさらに、まあグラビティを使って敵の CT を伸ばせば、こうやって、4発出る。みたいな。まあそんな感じですね。うん。強力なアビリティかつ、強力なバフを味方に付与するっていうような感じになってて、さらに、こんな感じで複数体のやつにぶちかませば、はい、ほらすごくない？5400万ダメージ出るんだよこんな感じでこういう動きも一応あるです。はい。まあ、そうだね。まあ、こういうのは、例えばだけど、撃滅戦とかのさ、ゼノーフマナフ撃滅戦とかだったら、こういう動きはワンチャンあるかもな、というようなところですが、まあ、ちょっと限定的だね。まあ、何にせよこういう仕様になってるっていう。で、さらに3アビの効果時間も延長されていくよっていうようなところになってますわな。はい。で、サポートアビリティ、サイオンオブクラウン。風キャラが敵の CT を吸収した時、自分にプラウドブラッドを一つ付与。プラウドブラッドの数に応じて以下の効果を順に得る。攻撃アップ、確定連撃、奥義性能アップ、奥義ダメ特殊上限アップ、高揚効果。うん、ということで、まあ、奥義に結構かかってる。まあ、ちょっともう一個見ようか。プレジロイヤル。自分が敵の HP を吸収した時、ターン中に一回敵に風ダメ、攻防ダウン累積。うん、これも強いね。で、まあ、基本的には、まあ、プレジロイヤルを考えると、ワンターンにたくさんダメージ出すぞっていうよりも、まあ、HP 吸収する状態でたくさん殴って、回転させて、まあ、ターンダメを出していきましょう。みたいな動き方が多くなるかなっていうような感じですね。まあ、だから、レスラー編成で2プラトン使って、とか、最高度をブンブン回して、とか、まあ、そういう感じよりも、まあ、どちらかというと、まあ、なんでしょうね。シャドーバース的に言うとミッドレンジみたいな。まあ、そんな感じですよ。うん、個人的に強いかなって思ったのが、さっきもちらっと言ったけど、3アビのワンサイクル。だからこれで、例えばだけど、まあ、敵いました。敵の CT が3の、敵の CT の3の敵がいました。ってなった時に、まあ、これで、3アビの効果がつくじゃん。例えばこれが残り7ターンなんだけど、この7ターン以内に終わるぐらいの敵に対して持っていくっていうのが、まあ、個人的にはバイトの強い使い方になってくんじゃねえかな。だからそれこそね、こういうマナダイバーの構成とかで、まあ、耐久力も確保しながらいけますよっていう選択としては、個人的には面白いんじゃないかなと思ってます。はい。というのも、バイトの3アビの土ダメ軽減が、ゲームウィズさん情報によると、50% 軽減なんだよね。
構高い 50% 軽減、バカ硬くなるんで、これはね、強い部分かなとは思いました。いろいろちょっと試してみたけど、ダメージ自体は、やっぱり、例えばこの編成、昔の編成だったら、まあ、ナルメアとか、まあ、こういう編成だと、マナダイバー、バンピー、ナルメア、リッチョみたいな、まあ、こういう感じでやってたんですけど、まあ、ディスペル枚数はこの編成足りてんだよね。リッチョが1アビで、ディスペル打ったりとかさ、まあ、バンピーが1アビでディスペル打ったりするんで、基本的にディスペル枚数は足りてて、ここの枠はどうしようみたいな。まあ、ニオだったりさ、まあ、このバイトでもいいし、まあ、グリームに、バレンタイングリームにルーだったり、まあ、いろいろな選択肢があったと思うんだけど、まあ、ここバイト入れると、まあ、3アビで耐久力確保しながら、動ける。っていうのはちょっと強い部分かなとは思いました。まあ、リッチョの3アビの効果がそのまま続いてる間、だからそれこそ5ターンとかかな。5ターンとかでフルオートでぶん殴って終わる。みたいな動きで、敵の攻撃が痛い場合とかは結構バイト選択肢、おもろいかな。というような感じですね。最終火力は、ナルメアとかにも負けるけど、まあ、だから1アビオフにして、1アビをオフにして、なんだろうね。1アビをオフにしてこうやってやる。もしくは、これもちょっとおもろいかなって思ってんだけど、虚偽と詐術を持つのも面白いと思う。虚偽と詐術持つじゃん、これで。これで、いやーでもな、マナダイバーじゃなくなっちゃうんだよな。こうやって、虚偽と詐術で奥義ゲージが増えない状況にして、かつ、フルオート、例えば、フルオートしたいですってなったら、これで、リッチョの奥義ゲージ 100% でスタートできるんですよ。そう。まあ、これ、これね、主人公の奥義ゲージ上昇量がないから、ちょっとあれなんだけど、まあ、こういう動きをして、リッチョって奥義ゲージ 20% 消費して、敵になんか単体ダメージを出したりするんだけど、まあ、それの奥義ゲージを最低限、バイトの一闇で確保して、ブンブンブン殴りとかね。まあ、そういう動き方もできるかなとは思いました。はい。まあ、でも基本的には、あんま長期戦に向いているというか、そういう感じはしない。非ダメージ変換系は、まあ、やっぱ、バイトの、多分、高難易度で使ってくださいねっていうのは、非ダメージを変換させてダメ軽減あって、すごい耐久力高いぞ、わーいって感じだと思うんだけど、ぶっちゃけ、バイト使うなら、勝って使うんだよね。そう。バイト使うなら、勝って使うんすよ。そう。火ダメを変換して奥義ゲージアップ。こっちの奥義効果使った方が、絶対優秀なんだよね。だから、まあ、こっち使うし、バイト君の3アビの奥義ゲージ上昇量アップとかを使って、毎ターン奥義系、毎ターン奥義をぶん回すぜみたいなのも、あんまり望めないんすよ。奥義ゲージ上昇量アップの効果量がそんなに高くないっていうのと、あと、シャルロッテでいいんだよね。そう。シャルロッテだったら、2アビで味方全体に奥義ゲージアップ 15% があるんですよ、これ。これで毎ターン奥義ぶちかませるんで、毎ターン奥義ぶちかましたいですよっていう欲を発散するなら、シャルロッテ採用するし、火ダメ変換欲しいならカッツェ欲しい。カッツェ入れればいいし。って考えると、まあ、既存の高難易度風編成の牙城を崩すのは、ちょっとバイトじゃ難しいかな。っていうような感じです。はい。ただよ。まあ、やっぱ、なんか、こういう、さっきも言ったけど、バンピー、バイト、リッチョとか、まあ、こういう構成だったら、土ダメ軽減を持ちながら、ね、そのまんま、耐久力ありながら火力構成。マナダイバーなりなんなりね。火力の構成で敵を削れるかも。っていう風に考えると、こっちの方がワンチャン入れる部分としてはありなのかなとは思いましたね。はい。これで、じゃあフルオートするとどうなるのかいくよ。奥義オフフルオートの方がね、いいと思う。バイト1アビオフにして。で、まあ、2アビでグラビティ。ニアビでグラビティとかデバフを持ちながら、はい。で、まあ、バンピーちゃんがニアビで敵の CT を3個増やしちゃうんで、まあ結構ね、そんなに、この3アビ使った時点で敵の CT はかなり全開付近っていう風になりがちだね。
で、まあ、グラビティ入って、バンピーちゃんの1アビで敵のスローが入って、この状況で3アビを使う。ってことになりがちだね。多分、割と。うん。で、これで固結効果が入って、効果時間は6ターン。まあ、マジで、リッチョの3アビと合わせて、まあ、5ターンぐらいで終わる、5ターンぐらいで終わる攻撃の痛い奥義オフフルオートとか、まあ、そういう敵に対して使いやすいかなと思いました。うん。まあでもそれこそ、この動きは無属性のボスにも役立つんで、うん。まあそういう編成、そういうボスが出てきたら、攻撃痛えけど、なんか、攻撃痛え無属性のボスとか出てきたら、まあこういう形がすごいやりやすいかな、とは思いましたね。うん。まあこれで、装備編成にもよるけど、マグナとかはこっち、これやりやすいんじゃないかな。うん。まあ、これで、奥義オフで、殴り続けて、はい。はい。これでね。まあ、あとやっぱバンピーちゃんと同じ探検得意。で、あとマナダイバーと同じ探検得意。なので、オメガ探検が割と相性いいですね。これは。うん、こうやって、で、HP 吸収があるから、無属性、じゃあ、風属性の200万ダメージぐらいが入って、はい。で、まあ、これで5ターン目だね。ブボボー。はいはい。吸収で257万。うん。っていう感じ。プラウドブラッドの効果を活かすっていうよりも、まあ、個人的にはこういう動きをした方が、まあ、バイトキュンの強い動きになるのかな。今ので 2.9 億ダメージなんだけど、強い動きになるのかなと個人的には思いましたね。まあ、武器編成はオメガ探検のがおすすめだな。うん、まあ、そんなこんなで、個人的にはバイトキュンは高難易度使ってねって運営は書いてたように思ったんですけど、どちらかというと、奥義オフでマナダイバーとかでぶん殴った方が、まあ、こう、なんか、いい回り方になりそう。とは思った。うん、まあまあそうなってくると、3アビのダメ軽減が、個人的には数字が結構高かったので嬉しかったですね。はい。まあ耐久力が必要な、まあこういう動きを求められた場合においては、結構ね、ここの1枠、うん、結構フリーというか、まあナルメアなりなんなり火力の選択になりがちではあるんだけど、まあバイトをこうやってピンポイントで刺すみたいなのもありなのかなっていうふうに思いましたね。はい。そんな感じでした。まあ、個人的なバイト君評価です。参考になればさよです。ほな、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。